砂区孫桃は、くだらの管理、管理は、達し率。砂区孫桃の名が、資料に現れるのは、日本初期の最明天皇6年10月の客中に、くだらの王議事、その妻を身にしえ、その子、隆史桃、その親、左兵潜伏、国弁政、孫桃等、すべて五十四、秋七月十三日に、池ケ将軍のために、 即いられて、当国に総裁あるとあるのが初見である。九太ら滅亡後は、当の九太ら占領政策に協力したらしく、671年に、各無双らと共に来話している。この時の構成員は、各無双ら600人の他に、孫桃ら1400人からなり、後者は、前年からの当、白木間の構想の避難民であるとも推定されて、きたが、その中には、道久。 地区視察、夜朝、半島シャバ、ヌノシーワオラといった、白月の絵の戦いなどくだら復興戦争で捕虜となった和人も含まれていたとされ、捕虜変換と交換に、党への軍事的協力を得ることが、主目的であった可能性もある。当時の大江朝廷は、同年12月の天智天皇の崩御などの混乱があり、十分な対応ができなかったものと見られる。翌年に、 安住の稲敷を筑紫国に派遣し、天智天皇のもを公表している。筑紫殺夜る朝らが、宇治和国に帰還できたことは、後の児童天皇が、大友部白朝に告げた言葉でわかるが、砂拓孫斗らのその後の動向については不明である。ありがとうございます。